日本語版の動画は解決播磨王が案内します。よろしくお願いします。赤穂城から赤穂浪士を祀る大石神社へ。参道を赤穂大石神社以下大石神社本殿に向かって歩いてみます。赤穂城といえば忠臣蔵が有名です。忠臣蔵は浅野匠守長憲が赤穂藩三代目の時に起こった事件です。忠臣蔵とは忠臣の大石蔵之介を縮めて忠臣蔵としたという説を個人的に取ります。忠臣蔵の内容はインターネット等で調べればわかると思いますので、ここでは割愛させていただきます。赤穂城と大石神社のある赤穂市には今から40年くらい前に仕事で半年近く滞在していたことがあります。某セメント会社の敷地内で仕事をしていましたが、塩田跡の広大な敷地に使用済みのタイヤがたくさん積み上げられているのが敷地の外側からでも見ることができました。塩田跡ですからそこいら中で水たまりができていて、背の高い雑草が生い茂っていました。その水たまりには食用ガエルがたくさん繁殖していました。この時には約40年後に遠くベトナムの地で食用ガエルを食べるとは夢にも思っていませんでした。今はどうなっているのだろうと思うことがあります。赤穂市は当時と変わらず電車の便はあまり良くないので、当時も今も赤穂に行くときは車が一番便利だと思います。こちらが赤穂城の表門です。こちらが大手住櫓です。史跡赤穂城跡。石垣の上の塀には狭間が見えます。城の堀には定番の鯉が泳いでいます。堀の鯉を見ると三原城の鯉を思い出します。三原城の堀の鯉です。いよいよ赤穂城へ攻め込みます。みなの遅れ踊る騎馬隊突撃。足が続け。進撃停止。敵の抵抗が激しい。出てたい。冗談はこれぐらいにして赤穂城の散策に戻ります。真正面に石垣があります。城に攻め込んだ敵の勢いを削ぐための石垣です。城の本丸に行くまでに通路を迷路のようにする防御法です。狭間は城の中側から城の外側へ攻撃ができる構造になっています。狭間は城側が広く外側が狭くなっていて、城の中側から弓や鉄砲で攻撃しやすくしています。こちらが姫路城のいろんな狭間がある写真です。この場所は時代劇ドラマ暴れん坊将軍のオープニング場面で使われていました。赤穂城の素晴らしい石垣は一見の価値があります。
大石神社が見えますが、遠回りをしないといけません。石垣のコーナー部が曲線になっているのは珍しいです。この案内板には近藤源八宅跡の長屋門と書かれ、近藤源八正則と長屋門について書かれています。近藤源八は甲州流軍学を治め、赤穂藩の住職に就き、大石義雄の親戚であること、源八の父養父正純が赤穂城の縄張りを行ったことなどが書かれています。こちらが近藤源八宅跡の長屋門です。右側が大石蔵之助邸跡です。案内板には大石邸長屋門と書かれ、大石一族が3代にわたり57年間住んだ屋敷と書かれています。大石神社に向かいます。こちらが大石神社の鳥居です。大願成就と書かれています。四十七士の像が並んでいます。右側に23体、左側に24体が安置されています。
四十四父の像に見守られながら参道を歩きます。境内に入ります。こちらが手水舎です。参拝者が手と口をきれいにするところです。こちらが阿閤大石神社の本殿です。向こうに大手隅櫓が見えます。
40数年ぶりに阿公城と大石神社に行きました。その時の阿公城はほとんど記憶はありません。大石神社は現在のように建物や周辺も整備されていなかったと思います。神社の近くにも民家があって驚いたことのみ覚えています。仕事が終わってからは阿公に行くことも少なくなりました。阿公岬温泉に1、2度程度行ったくらいです。阿公市内の佐古市も室津や高砂と同じく港としては栄えたところですが、時代の流れとともに寂れていったと感じます。現在の阿公市は多くの大企業がある工業都市となっています。人口は約4万6千人、令和2年調べと小規模の都市ですが、自然にも恵まれており、特に海岸線の美しさはよく知られています。40数年前に仕事で来ていた時には、向かいにある無人島から野生の鹿が海を泳いで渡ってくると聞いたことがありました。今日は内容のある訪問でした。この後に大石蔵之助の銅像を紹介します。瀬戸内海を見下ろせる小高い場所に大石蔵之助の銅像があります。本編の動画はここで一旦終わります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画内容のレベルを上げていきたいと思っています。期待を込めていいねやチャンネル登録押していただけるとやる気につながります。よろしくお願いいたします。こちらの銅像が大石蔵之助出立の姿です。大石蔵之助は映画やテレビドラマで多くの俳優が演じていたので、どの俳優のイメージかと考えてみてもちょっと思い当たりません。どっしりとした風貌で意志の強さがにじみ出ているように思います。この石板には大石蔵之助阿公を出立と書かれ、暴君の百花日光陽を科学寺で済ませた大石蔵之助は元禄14年西暦1701年6月25日に山科へ向けて出立したそうです。吉良邸への討ち入りの元禄15年12月14日は約1年半先の出来事です。この銅像を見ていると今から約300年前の出来事ですが、大石蔵之助はどういう思いで山科へ旅立ったのだろうかと考えてしまいます。忠臣蔵という江戸時代の元禄年間西暦1688から1704年に江戸を騒がせた忠臣蔵の主役の2人、くしくも因縁の2人の本名は吉男と呼ばれたのかもしれません。吉良上野介吉男、大石蔵之助吉男、呼び方は定かではありません。なぜなら当時は家族同士以外では本名を呼び合うことが少なかったからです。これは永遠の謎かもしれません。終わります。大石蔵之助吉男と阿公浪士の物語は永遠に語り継がれるでしょう。